始まるぞどうもカイゼリンです本日はですねこちらトーボット V ソニックステルスレビューしていきたいと思いますこれがあのマスター V に合体する3体目のロボットですねステルス戦闘機から変形します裏こんな感じでこんな感じですね早速開封していきまーす はい。中身こんな感じですね。本体となんか耳みたいなのがついてますね。それと、カラーの説明書ですね。さそく遊んでいくんのそれではですね、ソニックステルス。まず、ステルス爆撃モードからレビューしていきます。いや、本当にステルス爆撃ですね。ステルスガオーって感じです。後ろはですね、このライディングギアがありまして、まあ設置性も良好ですね。 全体的にこんな感じになってます特にクリアパーツとかは使われてないですねこの辺のなんかグレーがいい感じですねでは早速変形させていきたいと思いますでまずこの機種パーツをですね後ろに下げてこのロックを外しますでまずこういう風に パーツを前にスライドさせて、足をですね、こういうふうに作っていきます。相変わらずあの、クリックがいいですね。で、回転させて、まずこのライディングギア収納しちゃいますね。で腕出しちゃいます。よし。こんな感じですね。腕が、 こんな感じで,でさらにこのつま先ですねちょっと小さいんですけど足が出ますしそして最後に頭を回転させれば完成ソニックステルスだ、うん、それでは完成しましたソニックステルスですね 顔がこんな感じですね。ちょっとゴーグルつけてる感じで。で、下に目がある感じですね。えーと、可動ですね。おっと,っと,っとちょっと今分かったかと思うんですけど、ここのパーツがよくポロリするんですよ。ここちょっとマイナスポイントですね。よし。まぁ、あ、稼こんな感じ。360度曲がって、腕もこんな感じに曲がりますね。ただ、なんていうんですか。 こういうふうには曲げられないんですよね。こう、だからこうなる感じ。分 <laughs> かりますかねなんかダンベルこう持つ感じ。で、足がこんな感じですね。ふんふんふん。ちょっと踏ん張るのは難しいかな。いや、でも、足、細いですね。で、この白のラインがですね、なかなかいいアクセントになってるなと思うんですよね。 裏面がこんな感じですね。いや、綺麗に法則まとまってますね。特にですね、武器とかないんですけど、ここ、そのライニングギアの収納ギミックがあったんですけど、こう開くことができるんで、まあ僕だったらなんかここ、なんかソニックウェーブみたいな <laughs> 出すような技として、あの、楽しみますね。それではですね、えっ、ー、と、いつもならここであのー、合体させちゃいたいんですけど、まあせっかくの最終合体なんで、 次回にしたいと思います。では、あの、次回はですね、このマスター V の、まあ、最、最終ホームお楽しみにしてください。では、あの、今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。カイトリンでした。ありがとうございました。